ワールドゲームズ2001は2001年に秋田県で開催された第6回ワールドゲームズである。ワールドゲームズ史上初めて日本かつアジアで開催された大会。大会史上初めて表彰式で国旗が掲揚され、国歌が演奏された。それまではナショナリズムを煽るという理由で国別対抗という形にはなっていなかったが、それでは人気が出ないということで変更された。 1994年から1996年の総会によって規約が改正され、表彰式での使用が認められるようになった。日本人選手は公式競技で金球銀6銅10、公開競技で金5銀4銅2のメダルを獲得した。大会マスコットは生ハゲの鬼をモチーフにしたナミーとハギー。開会式では秋田県を代表する。 伝統芸能の関東や花輪林、高野津津り豪大湖、太平山、三吉神社盆店、土崎港林などが披露された。郵政事業庁から記念日展が販売された。大会期間中は毎日 NHKBS で放送された。綱引き女子インドは 480kg 級で優勝のバスク州出身選手で構成されたスペインチームは バスク独立を訴え表彰式の国旗形容、国家演奏をボイコットした。国際綱引き連盟は、スペインチームを、出場停止処分とした。市町村名、及び、施設名称は、大会開催当時のもの。メダル獲得数は、正式、公開競技の合計である。ありがとうございます。